聖塚古墳、勝負塚古墳聖塚、勝負塚古墳聖塚、勝負塚古墳の一聖塚古墳、勝負塚古墳は京都府綾部市、ただ町にある2期の古墳。形状はいずれも豊墳。合わせて国の史跡に指定されている。京都府中北部、由良川支流の八田川流域の小盆地の中央部において約120メートル離れて築造された2期の古墳である。 これまで2891年に生、塚古墳において異没湿度のことがあったほか、1983年度に両古墳において私屈調査が実施されている。2期はいずれも大型の豊墳で、古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。丹波地方では有数の規模の古墳であり、聖塚古墳は、豊墳としては全国的にも最大級の規模で、 勝負塚古墳は得意な作り手の形態を示す。また、機内的要素を伴うとともに、丹波地方で伝統的な墳形を採用する点でも特色を示し、両古墳を築造した当時の浦川中流域の主張と機内、山東県との関係を考察する上で重要視される古墳になる。聖塚古墳、勝負塚古墳の古墳域は百九十二年に、 国の史跡に指定されている。聖塚古墳は、宝墳。1891年に遺物が出土し、1983年度に、敷屈調査が実施されている。墳形は、方形で、東西54.2メートル、南北54.0メートル、高さ7.0メートルを測る。墳球は2段蓄成墳球表面では吹き石、円筒波に割れつの他、 継承埴輪が認められる。噴休南側では作り出が認められており、作り出を含めた噴休長は59.0メートルを測る。また、噴休周囲には集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、石室上施設内における年度核と推測される。出土品としては、埴輪のほか前述の明治期出土の副葬品がある。以上より、築造時期は、 古墳時代中期の5世紀前半頃と推定される。1891年の主な出土品は次の通り、勝負塚古墳は豊墳。1983年度に敷屈調査が実施されている。墳形は方形で、東西32.3メートル、南北32.0メートル、高さ5.1メートルを測り、聖塚古墳に比べて一回り小さい規模になる。 噴球は二段蓄成。噴球表面では吹き石、円筒波に割列が認められる。噴球南側では作り出が認められており、作り出を含めた噴球長は38.0メートルを測る。作り出はその基部に台上の張り出しを伴う得意な二重形態であり、聖地下古墳とは様相を意にする。主体部の埋葬施設は明らかでない。 以上より、築造時期は聖塚古墳と同様の古墳時代中期の5世紀前半頃と推定される。聖塚古墳に関するカテゴリー、勝負塚古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。